皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。突然ですが質問です。 MV アグスタのこのメーカー名の由来はご存知ですか？ M さんと V さんがアグスタ村で作ったものなんでしょうか？これはこの後 MV アグスタの歴史を紐解きながら一緒に答えを探していきたいと思います。早速参りましょう。どうぞ。 MV アグスタとバイカーズパラダイスがコラボ。実施期間は2024年3月1日から11月30日の予定。ライダーの聖地あの箱根で MV アグスタを1時間5500円から乗ることができます。詳しくは動画の最後で。1907年すべての始まり、航空機に情熱を注いだ大胆な若者たち。アグスタの歴史は1907年に始まりました。航空機に情熱を傾けていたシチリアの貴族ジョバンニ・アグスタ伯爵が航空会社アグスタをパレルモに設立したのです。伯爵はほどなくイタリア北部、現在のミラノ・マルペンサ国際空港近くにあるカーシナ・コスタという町に移り住みました。第一次世界大戦が勃発すると、伯爵はイタリア空軍向けに独自モデルの生産を開始します。大戦末期にはアグスタは成長を続けるイタリアの航空業界の中で確かな存在感を示すようになっていました。1927年、大空から道路へ。ジョバンニ伯爵が1927年に死去すると、ジョゼッピーナ伯爵夫人と息子のドメニコ氏が会社を引き継ぎ、さらに事業を拡大させ業界で確かな地位を築きました。戦争が終わると航空産業が大きく衰退したため、ドメニコ氏はモーターサイクル事業への参入を決断します。とはいえ航空機の生産から手を引いたわけではありませんでした。アグスタ製の航空機は第二次世界大戦でも大空を駆けることになります。ともあれアグスタの DNA にモーターサイクルが刻まれることになったのです。1945年、伝説の誕生、初の MV アグスタ製モーターサイクル。戦後イタリアでは航空機の製造が禁じられたため、アグスタはモーターサイクルの製造に注力しました。1945年、アグスタは MV メカニカ・ベルゲーラブランドを創立しました。これはベルゲーラ工業という意味で、最初に工場が設立された町の名前に由来しています。創立都市の秋には MV アグスタブランドとしての最初のモーターサイクルが生産されました。 MV98 と名付けられたこのモーターサイクルは歴史に名を残すことになります。1947年、伝説的なライダーであるフランコ・ベルトーニ氏がこのモデルに乗り、ミラン近郊の都市カラーテ・ブリアンツァでのレースで MV アグスタに初の勝利をもたらしました。1947年、 DNA に刻まれたレースへの情熱。ベルトーニ氏はこの後数十年間も続く MV アグスタの栄光の軌跡の始まりとなった人物です。 MV アグスタは実験的な最新技術の投入に意欲的で、その開拓者精神はモーターサイクルにも発揮され、 MV アグスタのモーターサイクルは常に革新の最前線にありました。1955年、アグスタは大胆にもかつての航空業界に舞い戻ることを決断し、ベルヘリコプター社のライセンスを取得しました。こうして生まれたアグスタ製のヘリコプターは現在ではイタリアの防衛産業界で重要な地位を占めています。1956年、一方その頃レース分野では、ドメニコ氏はモーターサイクルへの情熱を捨ててはいませんでした。1956年、同氏はもう一人の伝説的ライダーカルロ・ウビアリ氏を雇い入れます。個性的な容姿からフライング・チャイナマンというニックネームで呼ばれていましたが、実は生粋のイタリア人です。ウビアリ氏は 125cc クラスのレースで5回、 250cc クラスのレースで2回世界チャンピオンに輝きました。またイタリアの大会でも 125cc クラスで3回、250cc クラスのレースで2回の優勝を飾りました。1960年、戦略としてのイノベーション。アグスタの航空機、モーターサイクル、そしてレースに向けられた情熱は明らかで、
国際レースでの圧倒的な強さは疑問の余地のないものでした。ところが1950年代から1960年代にかけて自動車の普及が進むとモーターサイクルの販売台数が大幅に落ち込みます。アグスタは一層革新的なモデルを提供し、本当にモーターサイクルを愛する人々に訴求し続けました。この戦略はレースシーンでの MV アグスタの連勝に後押しされ、無事に成功を収めていたのです。1961年、カエルのような乗車姿勢。この戦略をさらに推し進めるために、1961年に有名レーサーであるマイク・ヘイルウッド氏を招聘し、MV アグスタの覇権はさらに盤石なものとなりました。ヘイルウッド氏は今では当たり前のカエルのように股を開いたライディングポジションを考案し、1965年のツーリストトロフィーレースでは4気筒 500cc のマシンを操り勝利を収めたのです。その後ほどなくしてモーターサイクル業界史上最も称賛を受けたといわれる MV アグスタ所属のチャンピオン、ジャコモ・アゴスチーニ氏が台頭します。1965年 MV アグスタとアゴスチーニ、モーターサイクル業界屈指のベストマッチ。1965年はレース界でも特に稀有な組み合わせが生まれた年でした。ジャコモ・アゴスチーニ氏と MV の直列3気筒エンジンの伝説の始まりです。アゴの愛称で知られたアゴスチーニ氏は311ものレースで勝利を収めました。イタリア国内では18、さらに世界選手権で13ものタイトルを獲得。最後の優勝はドメニコ伯爵の死去から5年後、1976年にニュルブルクリンクで開催されたレースでした。これがアゴスチーニ氏の、そして MV アグスタの栄光の頂点でした。アゴスチーニ氏の後継としてアグスタはフィル・リード氏を招聘しました。真っ白なロールスロイスでサーキットに登場することからジェントルマンライダーとも呼ばれていた人物です。リード氏がアゴスチーニ氏の地位を継ぐのは誰の目にも自然なことに見えました。リード氏は世界チャンピオンシップを6回制覇し、そのうち1回を MV アグスタのマシンで達成しています。ところがリード氏の時代はアゴスチーニ氏の最後のレースからわずか1年後に終わります。ドメニコ伯爵の兄弟であるコラード氏が社長の座に就任。1977年、モーターサイクル事業を停止します。37の世界選手権タイトルを獲得し、26万台ものバイクを生産した果ての決断でした。そして15年の月日が流れ、1992年バレーゼ湖での新たなスタート。1992年休眠状態となっていた MV アグスタの商標はクラウディオ・カスティリオーニ氏率いるカジバ社によって取得されました。カジバ社はイタリアのバレーゼ湖畔のスキランナを拠点とするモーターサイクルメーカーで、レーサーやエンデューロバイクの製造において高い評価を得ていました。 MV アグスタは依然としてレース愛好家の間で絶大な人気を誇っていたため、この事業はすぐに成功を収めることになります。スポーツネイキッドというジャンルを生み出したブルターレや、レーストラックから生まれたスーパースポーツである F4 など、スタイルと技術の総長たるモデルが生み出され、モーターサイクルの歴史に新たなページを刻みました。こうして新生 MV アグスタブランドの成功は2000年代まで続くことになります。ようやく今日現在の MV アグスタにつながります。2017年、伝説は続く。2017年、ロシア人起業家であるティムール・サルダロフ率いるルクセンブルクの投資ファンド、コムサール・インベスト社が MV アグスタの株主となりました。そして2022年11月、MV アグスタとピーラーモビリティは戦略的提携に合意しました。ピーラーモビリティとは、つまりは KTM の親会社。その後 KTM は増資により MV アグスタモーターの株式 25.1% を取得し、ここから新たな伝説が始まることとなったのです。それが今日の MV アグスタ、
僕らがこれから一緒に走る MV アグスタなんです。ということで今回は MV アグスタの歴史をですね改めて一緒に見てみたんですけども、自分でも調べていて、ああそうだったのかっていうことが発見がですねいくつもあって面白かったです。でこの MV アグスタ今どこで乗ったらいいのかっていうところなんですけども、実はですね今年キャンペーンやっていまして、バイカーズパラダイスとコラボをして、なんと試乗車が現地に置かれているので、ライダーの聖地である箱根でこの MV アグスタの面白さを存分に体験いただけるのではないでしょうか。ぜひこの機会にご利用ください。さあ最後に MV アグスタの由来をおさらいしておきましょう。1907年にジョバンニ・アグスタ伯爵が航空会社アグスタをパレルモに設立し、1945年にアグスタは MV メカニカ・ベルゲーラを創立。これはベルゲーラ工業という意味で、最初に工場が設立された町の名前に由来しているんです。この後 MV アグスタ、ドラッグスター、 RC、SCS、 さらに紐解いていきます。そろそろカスタムもしたいななんて思っています。引き続きレイブログをぜひご覧になってください。